20日、今日のしゃべくり松代は私ママリオが担当して行います、大変まだ朝の寒さは厳しいものがありますが、昼間の暖かい日差しは春を思わせるような毎日になってまいりました。今日この会場も、おひな祭りを前にたくさんの市松人形が並んでいます。今日は和裁技能士で思い出深い着物をよみがえらせて市松人形を作る指導をしておられる角原静江さん、そしてご長男のお嫁さんの角原優子さん、優子さんも人形の着物を作る指導をしておられますが、そして生徒の松浦文子さん、お三人においでいただきましてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、たくさんお人形を持ってきていただいてますが、作品を見せていただきながら、まず角原さんに、市松人形を作るようになった時期とそれからきっかけをお話しいただければと思いますが、はい、今から12年前のことなんですけど、長年着物を作り続けてきて、のタンスの着物まだれが進んでるし、タンスの中にたくさん人形に着物が残ってる、これを何とかできないかということをとても思ってたんですけど、ちょうど2000年の秋のことだったんですが、新聞の広告に小さな市松人形の着物を着た座ったお人形さんが出てたんですね。それで、私のできることはこれじゃないかなと、洋裁の技術はないもんですから着物のリフォームはちょっと無理だと思ってたんですけれど、これなら私にもできるんじゃないかと思って、慌ててその日のうちに高速バスで松本の会場まで飛んで行ったんですけれど、そこで出会ったのがこの市松の人形の裸のお人形さんがいるということが分かりまして、これなら私にもできると確信した。ここに、はい、先生の作られた着物が着せられるということなんですね。はい、はい、それがきっかけで、はい、今までいつか作られたということなんですけれども、大体何体ぐらいのお着物ですね。私自身はもうそろそろ100体くらい、はい、それから生徒さんのものを全部入れると200体は超えてるんじゃないかなと、はい、そんな気がします。はい、それにあれですね、一体にこう着物を着替えさせたり、ね、はい、しますので、実は先日先生のお宅でこんなタンスにたくさんの着物が収納されているのを見せていただきました。これが先生がたくさん作られたお人形さんの市松人形の着物ですね。はい、そうしますと100体なんですけれども、着物の枚数はもっともっとあるということですね。そうですね、はい、いろんな色の着物がありましたね。はい、本当にたくさんで驚きました。はい、それから他に、先生のね、いろいろなこれまでの活動をちょっとご紹介いただければと思いますが、はい、これ、はい、これはポストカードですね。そうですね、はい、はい、作られたのをこうやっぱりこういうふうにして残しておかれるわけですね。はい、記念に、はい、これは最新の人形たちですけど、はいはい、それからこちらに、はい、それからこちらが先生の作品を収めた、なんですけれども、こちらには本当にたくさんの人形たちのお写真が載っていますね。それでこれを見させていただきましたらね、現在のいるところというところですか、はい、だから長野市っていうのもありましたし、県外もありましたし、はいはい、もっと遠くもあるんですね。ドイツもドイツまで行ってるんですね。はい、先生の作られた市松人形がドイツまで行っているそうです。はい、で先生はたくさん作られていますけれども、その中で特に思い出深い人形っていうのはありますか。はい、この本の中にもあるんですが、はいはい、ここに
男の子が一人、仲良し君っていう名前がついてるんですが、これはあの、私が3歳の時に母が亡くなってしまって、その母の着物と帯を使って作ったお人形なんですけれど、これをあの作った時に本当にあの60年前に亡くなった母がここによみがえってきてくれたような、そんな気持ちがあのしたんですね。あのたくさんあの頼まれて作るあの作ってお揚げするんですけれど、その方たちも本当に同じようなことを言ってくださって、だからあの人と人の心をこう結ぶような役目、あの人形店で出来上がったお人形を買ってきたものとはちょっと違う、あのそれこそ今でいう絆がこう人形と自分の間に生まれるような、そんな思いであの私も大事にしたいですし、皆さんにも喜んでいただいているような気がします。よみがえる着物っていうことなので、はいはい、先生はだから先ほどもおっしゃった通り、タンスに眠っているような着物とか、はい、それからあのお母さんだとかおばあちゃんの思い出のある着物とか、はい、そういうものをあのこういうふうにお人形さんに着せるように、はい、また人形の着物に仕立ててるわけですね。そうですね。そうなんですね、はいはい、本当にあの素晴らしい作品を、ね、たくさん見せていただきましたけれども、それではね、はい、あのせっかくですからどのようにしてあのお人形さんに着付けをしていくのか、ここでちょっとあの、はい、着付けを見せていただきたいと思います。ちょっと簡単にさせていただきます。じゃあ着付けの方はあの優子さんとご一緒にお願いしたいと思います。あの今日は長襦袢を着てる女の子に紫のこんな感じの着物を着せたいと思います。ちょっと手をそれを通していきますね。そしてちょっとこちらを向けますけれど、よくあの着物の着付けをね、まあ、私も少し習ったりはしたんですけれども、はい、結局あの私たち自分で着物を着るように本当にお人形さんにも全くその通り、はい、ですね、一つ一つの小物も同じようになんですね、はい、そうですね、はい、であの仕立ても、はい、あのそれこそ本物と同じように手抜きなしで、はい、あの全て人間の着物と同じように仕立ててありますので、はい、これからあの昔のいい生地を使ってますので、あの本当にあの肌触り、それから風合いもとてもいいと思います、はいはい、こんな風にして、はい、ここでキリッと見えますね、はい、それではちょっと着付けをしているところもご覧いただきながら、生徒の松浦さんの方もお人形さんも見せていただいたり、はい、お話を伺いたいと思います、はい、今あの松浦さんの前にあるお人形、女の子と男の子のお人形が松浦さんが作られたお人形さんですね。そうです、はいはい、この市松人形を作るようになったきっかけとか、はい、篠原先生との出会い、はい、それをお話しいただければと思います。そうですね、私もやっぱりあの市松人形が非常にあのなんか気に入ってというか、あのなんか興味がありまして、であの作ってみたい、作ってっていうか着物を着せてね、やってみたいと思ったんですね。それでやっぱりあの先生と同じで裸のお人形さんを買ってきまして、で一応あの自分で見よう見まねで着物は作りました。ところが作った着物があまりにもあのちょっと見せることのできないような着物しか出来上がらなくてそれであのどなたか教えてくださる方いないかなと思って探してたんですよね、はい、それで 2,3 声はかけたんですけど、やっぱりそんな方いらっしゃらなくて、その時にちょうどあの先生があの須坂の、ブラリ館で展示会をされてたんですね。でそれをあの真っ白から飛んできました、はい、そんなことってないので、本当に、そしたらね、素晴らしくて、いやでも私に縫えないかもしれないけど縫ってみたいと思って、その時にあの教室ありますかって聞いたのが篠原先生でした。はい、それまで全然知らなかったですね。で、はい、で松浦さんはもともとはその和裁の方は何なんですか？はい、浴衣を1枚縫いました。それぐらいで、それこそ運針一つ、あのやっぱりもう何年もやってないですからね、ダメだったです。それでも先生のご指導でこんな
そうなんですよね、本当に感激です。出来上がった時はお着物 の、 あの布は何か思い出のある、これはね、一応先生のところからみんないただいたので、ちょうどにお人形さんが小さいので、はい、ちょうどお人形さんに合った柄がやっぱり ないと難しいの で、 で、ね、これが先生のところからいただいた布なんですよ。で今お人形は2体ですけれども、お着物はもう何枚かできているんですか？お人形も2体じゃないんですけれども。そうなんですか。あ、すごい。いや、そんなすごいことはないですけれども、着物は何です、着物だけもね、はい、縫ってますので、はい、約10枚ぐらいは縫ってると思います。でもまだまだ楽しいです。なんかもうね、先生とお話ししながらなんか縫ってるとね、はい、日頃のストレスが解消。それは、はい、こんな素敵なのができればやっぱりいいですよね。いいですよね、はい、本当に感激しますもんね。付けの方も、はい、できたんでしょうか。はい、もうちょっとで、もうちょっと少しだけ、着付けをしていただきながらちょっとお聞きしたいんですが、はい、今までに生徒さんは何名ぐらい？そうですね、80人くらい、80人ぐらいの方、そうですね、もうちょっといってるかもしれません。そうですか、はい、それで教室は今週に何回か開かれているんですか？月火水と、はい、3日間、3日間、はいはい、ご自宅でですよね。そうですね、はい、若穂の川田のご自宅でですね、はい、はいはい、今希望作りたいっていう方がいらっしゃれば受け入れていただくことはできるんですか？はい、はい、喜んで、はい、今最後の帯のところをやっておられますね、はい、帯を今見せていただきます。はい、簡単ですけれど出来上がりました。はい、はい、綺麗に、はい、ここにの帯締めと帯揚げをつける場合もあるんですけれど、はい、今日は時間の関係もありますので、はい、こんな風に後でまたつけたりしますけれど、はい、これで完成です。あ、そうですか、すごいですね、はい、それとお人形さんの顔がやっぱり一体一体違いますよね、はい、そうですね、でこれは例えば生徒さんが先生とお見えになってこれから作りたいという時に、はいはい、何か選んだりされるんですか？顔を見て、私が好んで作らせてもらってるのは、はい、奈良の工房の人形師さんなんですけど、はいはい、そちらにある本が何冊かありますので、はい、その中のお顔をこんなお顔でお願いしますという形で送っていただいて、はい、そんな風にしてます。はい、なんかお顔を見てもそれぞれ違って、多分ね、よく言われるのはこうお人形さんがこう自分に似た感じのものを選ぶっていうふうによく言われるんですけど、どうですか？それはね、きっと松浦さんも感じてらっしゃると思うんですけど、ね、不思議にその通りなんです。そうですよね、その方に似てくるってよく言われてるんですけど、はい、これからの催し物等についてもちょっとご紹介と思うんですけれども、はい、たまたまね、はい、ここ今松代の町歩きセンターなんですが、はい、3月3日から松代ではひな祭りを行いまして、はい、100か所ぐらい展示するんですけれども、はい、先生のね、人形も明日からもう今日からって言っていいんでしょうか、ここに今展示していただいてありますけれども、はい、4月の1日まで、はいはい、何体か展示させていただくことになりました。またね、大勢の方に見ていただきたいと思いますが、はいはい、それと、ね、はい、毎年の、チェコモチュークラブの時の留学文化祭の中の着物園遊会で、昇進館というところでの展示会、はい、これは先生の作品と、はい、生徒さんの作品、そうです、そうですね、はい、行われますね、はいはい、これも本当にね、はい、毎年すごく大勢の方がもう喜んでいただいて、ありがたいありがたいですね、本当に。松浦さんはこれからまだ作りたい、作りたいと思って今も最中です。はい、なかなか進まなくてね、はい、いけないんですけども、お人形さんは、はい、お人形もね指導してらっしゃるんですけれども、その他にもいろいろ趣味がお友達とこうやっておられるということもお聞きします。地域でね、はい、他の趣味を
趣味というかもう特技を持ってらっしゃる方たちとね活動をしているというようなお話もお聞きして、はい、あのできればまたそんなことも松代でもありがとうございます、はい、こちらもやっていただければというふうに思っています、はいはい、あのお人形をね今日たくさん持ってきていただいて、とても賑やかな栗松代になりました、はい、これからもあのお二人もますますのご活躍をお祈りしております。松代のためにもぜひまたいろいろとお力添えいただきたいと思います、はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。来週27日のしゃべくり松戸、はい、また申し訳ありません、私パーソナリティで来週もパーソナリティ、はい、来週ね、はい、3月3日からの白ひげ祭りを PR したと思います。でパーソナリティは来週も曲がりさん、はい、ということでゲストは実行委員会です、うん、実行委員会です、たくさんいらっしゃいますね、はい、内容は、はい、で、あの、まあ、チュールでひな祭りのいろいろな内容を皆さんにお知らせしたいと思います、うん、はい、はい、いろいろ計画されているんですね、今ね、はい、ですからね具体的にちらっと来週はね、来週はね、本番ですからね、はい、内容を言っていただくんですけど、ちらっと少しだけ、はい、まず最初の頃、3月4日の日曜日に流し見です、はい、それからあの今年は第10回になります、うん、10回記念のひな祭り文化祭というのを、まあ、チル文化ホールで3月25日の日曜日に、まあ、それが一番大きなものです、はい、その他にもたくさんの、それはあの来週の楽しみということですね、はい、それでは来週のしゃべくり松戸どうぞお楽しみに。それくり松代、また見てねー。